謝れる人と謝れない人の心理。謝れる人と謝れない人の差は、自尊感情が大きく影響している。謝れない人は、自分に自信がない人である。自尊感情には二つの軸がある。自分で自分をどう評価しているか。他人から自分がどう見られているか。自尊感情が高く、人からの評価も高いと認識している人は、自分に自信を持っている。このタイプは謝れる。これは自信があるため、謝罪では評価が下がらないと思っている。逆に自分に自信がなく、他人からも過小評価されていると認識している人は、謝罪で評価が下がると謝罪できない。自分に自信があっても人からの評価が低いと認識している人は、謝罪で価値は下がらないが評価が下がると躊躇する。謝罪より虚勢を張ることがある。つまり自尊感情が高い人は謝れる、低い人は謝れない。